鹿児島県西之表市の馬毛島に自衛隊基地を整備し、米軍艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP を移転させる計画に反対を訴えるデモが、2021年3月27日に起きたことを、みんなは知っているかな？デモ隊は東京都市ヶ谷の防衛省周辺1キロを約70人が練り歩いて規制を上げながら行進していたな。基地の移設計画をめぐり、首都圏で反対デモが催されるのは初めてだったよね。まあ現地民からすると色々と事情があるだろうから、仕方ないといえば仕方ないのかも。そうだね。さて今回はそんな馬毛島の自衛隊基地設立に対する反対運動などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のデモは、首都圏で基地反対運動を展開する市民団体が主催したものだよ。反対運動を全国に広げる狙いから、都心を実施場所に選んだと関係者は言っているみたい。埼玉県のイラストレーターの52歳男性は、現地住民の意思より日米関係を優先する政府の姿勢に憤りを感じて参加し、東京では馬毛島の名前すら知らない人が多い。デモは移転問題を知ってもらういい機会だと話していたらしいね。確かに日本の軍事関係に興味がない人にとって、馬毛島は認知度の低い島になっちゃうかもね。でも当日、集会も都内で開かれ、西之表市の反対団体の三宅公人会長が講演し、隣の種ヶ島は畜産が盛んで、騒音の牛への影響が懸念されるなどと、市民の危機感を参加者に対して説明したよ。既存の産業に影響が出る可能性があるとなれば、それに携わる人々は気が気じゃないよな。死活問題にもなりうるからこそのデモだと思うぜ。現在、防衛省が進めている自衛隊と米軍での訓練島として馬毛島が候補となり、買収が決まっているね。建設前に島の条件を調査することは必須であるため、ボーリング調査を行っているんだけど、それに対して種ヶ島漁協が一点同意へと変わり、その真相を確かめたよ。防衛省は浦添孫三郎組合長名義の同意書を受け取っていたことが11日に判明し、同省は同意書提出を受け、塩田康和氏鹿児島県知事への許可申請の手続きに入る見通しだね。その一方で漁協内では同意形成が不透明との反発の声が上がっており順調に話が進んでいるわけではないんだよ。南日本新聞の取材に対し、浦添組合長が同意した判断理由について、すべては14日に会見して説明するといい。明確な回答はなかったみたいで、理事会は同月3日に開かれ、理事6人、幹事3人が出席し、その後、同月9日に防衛省は同意書を受け取っていたらしい。防衛省の発表によると、許可申請は岩礁破砕、海底土地使用、海底土地土石採取の3点であったみたい。いずれも漁協の同意書が必要であるため、土地使用と土石採取は、賛否に関わらず市の意見書を添付しなければならないんだ。つまり最終的な調査の可否は当地の知事の判断となるわけだね。理事会は、トコブ使用の優先漁業権を持つ西之表地区の小組合長に電話で調査受け入れ同意を伝えたけど、勝手に決められた受け入れに対して傾いた判断理由は示さなかったよ。防衛省が漁業関係者に説明会を行った際、西之表地区の出席者の大多数が反対したことを受けて昨年5月末、浦添組合長は現時点で漁場に及ぼす悪影響が図れないと話した上で、基地計画全体について全組合員に説明、意見を出してもらった後、総会で調査受け入れの是非を図ると回答したんだ。理事会が今回同意したことについて、西之表地区の組合員からは理事会の判断は手続きとしておかしいと反発の声が多数出ているようだね。当然ながら同地区の小組合長は、同意を決めた理事会の会議録を求めて、どのようなプロセスで合意を決めたのか確かめた後、地区の組合員で今後の対応を協議することになると思うと異論とも思える発言をしたよ。防衛省のこれまでの説明では、ボーリング調査は海上自衛隊及び米軍の艦艇が係留する港湾や工事用の仮設桟橋、揚陸用施設を作るために実施すると言っていたんだ。内容としては島の東海岸39カ所で計画し、水深1メートル未満1カ所、水深1から17メートル29カ所、水深17メートル以上9カ所が対象となっていて、そのうち30カ所が島中部の横瀬と呼ばれる航路上に集中しているため漁業組合は納得できないってわけ。畜産業のみならず、漁業にも影響が出そうだね。基地の設立はそこの産業にいろんな影響を及ぼすことを理解して、しっかり補填してあげないといけないよ。防衛省は当初、7月中旬から3月末まで実施したい意向を示しており、調査期間は半年、費用は5億円程度が見積もられているぜ。西之表市は、防衛省が自衛隊基地建設と、
米軍空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP 移転計画の候補地として土地買収を進める馬毛島で、不動産鑑定評価調査を行い、2021年度中に実施予定の馬毛島活動計画のうち、8月上旬の青少年体験活動に続き、入島を許可されたね。このプロジェクトは3年に1度の固定資産の評価外に伴う調査であり、西之表市が1月、行政事務の一環として、本年度中の実施を防衛省に申し入れていたみたい。不動産鑑定評価調査には不動産鑑定士2人と市税務課、財産管理課の職員8人が参加し、当日の午前8時半、遊漁船で西之表港を出発し、そこで民有地に起点と、私有地の旧馬毛島小中学校跡地の計算地点を調べ、翌日午前中に西之表港に戻ってきたらしいよ。同市は、残る樹木伐採届や市史編纂文化財に関する調査の実施についても、防衛省と調整を進める予定だけど、こうして自然が破壊されていくのは防衛のためといっても本当に惜しいものだね。人間の都合で森林伐採されるのは色々と思うところはあるけど、しっかり有効活用してもらいたいね。港湾施設の海上工事、設置運用に起因する漁業権の制限または消滅に伴い、漁業経営上被った損失を国が保障するようになっているとはいえ、お金をもらえばいいというものでもないと個人的には思うからね。漁師への保障をしても地球の環境破壊の保障は絶対にできないのだから、そこまでして海洋汚染を進めようとする防衛省に対してデモを起こすのは当然の成り行きだろうな。また、米軍も再編されるということに対してもメリットデメリットがあり、住民の方々は困惑しているに違いないよ。だよね、これまでの生活を変えられることになるのは間違いないのだから、精神的ストレスになってしまうことを少しでも軽減してくれることを願いたいよ。自衛隊や米軍が移転してきたら、様々な施設や公園などの整備改修なども行われるだろうし、犯罪も少なからず増えるというのも受け入れなければならないからね。悪いことが起きる前のリスクコントロールをしっかりとやらなければ大事件になることもあるから、その時にダメージリカバリーをどれだけできるかが防衛省の信頼を失うかどうかの鍵となるだろうね。当然ながら基地が建設されれば隊員も移動しなければならないし、宿舎は種ヶ島に建設予定だけど、自衛官の運命とはそういうものなんだろうね。これから日本を守るために想定された訓練が馬毛島で行われることが未来の平和につながることを祈るばかりだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、世界的にも有名な甲羅についてだよ。夏場にキンキンに冷えた甲羅を飲むとめちゃくちゃうまいよな。そうだね。その甲羅なんだけど、みんなは子供の時に、甲羅を飲みすぎると骨が溶けるということを聞いたことがあるかな？あるある。だから僕怖くて甲羅飲めなくなっちゃったもん。俺は歯が溶けるって聞いたぜ。でも、そんなの嘘だろと思っていたから気にしてもなかったぜ。やっぱり嘘だと思うよね。だけど、結論から言えば、本当に溶けるそうなんだ。やっぱりやばいやつやん。怖すぎる。じゃ解説していくね。人間の歯や骨は主にカルシウムやマグネシウムからできており、カルシウムやマグネシウムは酸に反応して溶ける性質を持っているそうなんだ。そして、甲羅には酸味料が含まれていて酸性の飲み物であることから、歯や骨を溶かしてしまうんだよね。実際に実験してみたところ、食べ終わった魚の骨や抜けた自分の歯を甲羅に長時間浸しておくと、溶けてしまったんだよね。やっぱり怖い。こんなに恐ろしいものだとは、でも安心してほしいんだ。普通に考えれば甲羅が体内の骨に触れる機会なんてないよね。また、長時間浸すことによって溶けるだけであり、口の中も一瞬で通過していくため、飲んだからといって歯が溶けることはないんだよ。仮に口の中で長く味わって飲み込んでも、一日中口の中に甲羅を溜めておくことはないだろうし、唾液には甲羅の酸を中和する作用があるそうなんだ。なんだ、さすがの俺もビビったが、安心ならこれからも美味しくいただくとするか。本当に何もなくてよかったよ。今まで飲んだなかった分、いっぱい飲むぞ。みんなも甲羅を飲むときは、この豆知識を披露してみてね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。